向け、自信があったりなかったりするイラン人たち。日本に勝てることを願ってる。日本はイランの相手じゃない。勝利は俺たちのものだ。攻撃の戦術がないから楽観視はできないよ。日本に勝ちたかったら守備を修正しろ。このままの調子でいけば日本に必ず勝てる。イランは日本に勝てる。チャンスを作れれば、日本のゴールキーパーは自信を失っているから簡単にゴールできるはず。日本戦は強い意志を持った選手だけで戦わないといけない。シリア戦のメンバーだと負けてしまう。現実的に考えて、綿密な計画を持った日本みたいなチームに勝って決勝に行けるとは思わない。そうかもしれないけど、サッカーのいいところはそういう前評判を覆すことにある。前評判とかがどうであれ、代表チームが負けて満足するなんてことはない。運が良ければ日本に勝てる。日本を過大評価しすぎだ。日本にはいいキーパーとディフェンスが全くいない。日本に優れたゴールキーパーがいないのは事実だけど、イランのディフェンスラインもひどいし、タレミがいないから全体としてもさらに悪化してる。日本に勝てれば優勝できる。